今日もまたやってきた連日の仕事でございます。よっしゃよっしゃ、じゃあ今日もな、また竿はどれかというとこれだ。ファインモード流れクラブックス玉網とスカリ、それとこの釣り具が入ったこのリュックサック、これを持ってないつもの職場に行きましょう。昨日と打って変わって今日はなんか曇り空でもね、まあ、今のところ風はないし、気温は昨日と同じぐらいに暖かです。おなんか今日はあそこ、あのいつもの階段のちょっと上流側にヘラの人のこのヘラ船が、あれは夜釣りの船だな、あれが出てます、うん、でも階段からだいぶ離れてるからね、まあ大丈夫だな。よしよし、今日はなんかね釣り人があまりいない。昨日はなんか結構いたんだけど今日は少ない。どういうわけだろう。よっしゃ、職場に到着しました。ここです、私の職場。ああ、水は昨日と同じで澄んでます。でも今日はねとにかく曇ってるからどうなのかな、まあニジマスにはあまり関係ないか、それともあるか。まあ、晴れてた方がいいような気がするんだけどね、ニジマスはね。まあいいや、とにかくいつものように竿を出すことにしましょう。当たりが出たな、そうついてるな。よし、ああかかったかかったかかった、なんか中層で餌がもう吹かせてる時にかかったよ。なんだマスか、中層でかかるって言ったらまあマスだろう、ニジマスだろう。ああ、なんだ、銀色してる。ほらニジマスっぽい。やった、1匹目でございます。よしよしよし、じゃあな、たまに入れてやるから、こっち来いこっち来い、ほらこっち来いこっち来い、ほらほらニジマスだ、ニジマスです、ニジマスです。そう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 、元気じゃねえかお前、元気じゃねえかお前よ、またお前元気じゃん、来いよ、こっち、そう元気ねえよお前、え、こっちゃった、おいおいおい、こい、こ
うわすごい元気。なんかこいつ緑色っていうか青い色してるよ。え、でもあれだな、ブルーバックじゃねえな。こんなとこにブルーバックいるわけねえ。やりました。おお、なんかエラから血が出てきた。あ、飲み込んだからな。あ、元気が良かったからよ、エラが傷ついたな。やりました。では1匹目です。またひったくるように持ってった。なんか今日は中層で当たるな。なんか餌が馴染む前に、仕掛けが馴染む前に。だから多分ね、これはねニジマスだよ。ニジマス、ほら、なんか天気もなんかちょっと空も晴れてきました。ほらほらほら、来た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 。なんか今日は魚体がなんかこう青というか緑色に見えるよ。ほら、ああ、またもこいきや。元気がいいな、今日の。なんかみんな、ほら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 、なんかすごい元気よ。何お前、ほら、よいしょ。はい、2匹目やりました。おお、こいつもなんかほら魚体が青緑色してる。なんかね、ブルーバックかお前みたいな感じ。やったよー。今日は中層でよくかかる。ほら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 、おお、一匹一匹。お、なんかすげえ一匹これ。お、一匹じゃんかよお前。何、ニジマス？お前本当にニジマスな？なんか、あ、これニジマスじゃないんじゃないの？ニジマス？え、なんかでかい、すげえ一匹だよ。ほら、あ、違う、なんだお前。エイか、エイか、お前はエイじゃねえな、鯉だろう。おい、ほら鯉だよ、ほら鯉、絶対鯉だよ。鯉も中層でかかってきた。ざけやがって、 0.3 号のハリスなんだぞお前。いろいろしてる。なんか好きかお前は。金色してるよ。ああ、こいだこいだ、ほら。うわー、なんだお前、 0.3 号のハリスで上がるかどうかな。あれが、あれが、なあれ、あれ、あれだよ、ほら、あれ、あれ、あれ、なんかでも上がりそう。ほら、なんかもう疲れた。ん、恋にしては、恋にしてはお前粘りがねえんじゃねえの。ほら、いや、恋にしては粘りがねえよこいつ。ほら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 、もう上がってきた、上がってきた。なんだお前、根性ねえやつだな、なんて言ったら急にダーって走ったりしてな。おい、ふざけてんだよお前。俺を泣かす気か。あれがニジマスだったらすげえ嬉しいんだけど、俺はここでもってよ、もうねえ、ほんとに。なんだよ、ブドウムシだぞそれが。お前ブドウムシ好きなのかこいつ。ほら来た、ほら来た。じゃあ玉に入れてやるか。仕方がねえ、特別サービスっていうか、特別サービスも何もねえよな。玉に入れるかハリスが切れるか、どっちかしかねえんだから。うん、なんだよお前、いい加減にしろってのお前、本当に。ほら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 、なにこれ、何お前、どういう職業、本当に。あ、来いよこっち、あれ、ほら来いっつってんの、来いなんだから来い。おい、来い、こっちに来いっつうの。ほら来い、来い、ほら来い、頼むよ来い、お前は来いだろう。もうちょっとこっち来いっつうの、もうちょっとこっち来いっつうの。まったくもう、ハエザオだからこれ、ヘノヘノしてんだからよ、いかに俺を泣かさないでくれ、頼む。あらほら、 0.3 号のハリスも結構まあまあ元気がいいな。あの変な根に引っかかるとな、切れちゃうからな。ほらお前、いつまでもいつまでもこんなこと。何、リリースしてやんだから来いっつってんだ。こっちに、こっちに来い、こっちに来い、こっちに来い、もうちょっとこっち来いっつってんだ。バカだれな、お前ほらね、はい、こっち向いてください、頼みます。こっち向いてくださいっつってんの、本当にもう。
ち向けよお前。ほら、いた、入ったよ、ありがとう。じゃあな、恋国になろうぜってのは嘘。いやー、釣れたよお前。え、やっぱり恋国になりてえか。おーお前よ、あー、ここでもってお前暴れるとハリス切れちゃうだろお前。俺の大切なハリスがお前どこに、お前飲んでんのか。あー、え、ゲイじゃねえよ。あー、針がここにくっついてる。じゃあこれを外してやるよ。じゃあほら行け、ほら、はい、さよなら。あーい、さよなら。あー、遊んでもらっちゃったよっていうか、遊んでやっちゃったっていうか、遊んでもらっちゃったのか。あー、もうとにかく遊ばれちゃったよ、俺が遊ばれてしまいました。あ、ここに鱗が2枚落ちてる。やつのやつ、やつのだ、やつの鱗だ、やつの忘れ物だよ、これ。ほらね、金色の鱗。あー、結構綺麗だねこれ。かかった、なんかかかりました。あやか、ニジマスか、ん、ニジマス、ニジマスだ、ニジマスでした。よしよし、ほら来い、近い、ちに来い、こっちに来い、ほら、ほら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 、はい、あげました、3匹目、やりました。お、なんか、かかりました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 。なに、なに、なに、あ、ニジマス、ニジマスかな、4匹目のニジマスか。ほら、よし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 、ほら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 、ニジマスっぽい。よし、では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 、玉編みで、すきましょう。はい、来い、こっちへ来い、ありました、4匹目、やった。あ、今度のは少し大きい。棚調整した。なんか俺も棚調整してるけど全然当たりない。もう1時間以上当たりがない。何時だ今、何時だ、ほら、まあ、今、おうおう、5時40分、5時40分、全然当たりがない。でももういいか、今日はね、ニジマス4匹釣れたし。ああ、風で？ああ、そうだね。今日はまあ風がそんなになかったからね。まあ途中ちょっと風が吹いたけど、うん。そうだね。まあこの風なら、今の風ならいいけど、もうちょっと吹いてもまあいいかって感じだけど、ザバンザバンになるともう嫌だよね。うん、確かに。それは言える。そうだね。今日はね、まあ風もそんなには吹かなかったし。暖かかったし、まあ途中から晴れてくれたからね。あれ、俺が来た時にはなんかでも曇ってたからさ、うっすら寒かったんだけど、まあ一応晴れて。夕方ないんだよねここね。ダメなんですよ、いつもね。何釣りでもそうだけどね、なんかね、釣り人みんな言ってるけど、ここは夕間詰めがない、そういう釣り場らしいよ。あれだけですね、ワカサギだけ。そうだね、ワカサギとか、まあ、ハヤとかは釣れるけど、それ以外はとにかくないの、夕間詰めが。だからもうほら、今日もね、これで、あ、もうほら、6時46分頃、もう農館だな、農館で、今日の私の釣果、これだよ、これ。あ、どうも、お疲れ様です。はい、いや、私ももう帰ります。見てくれ、これだ、ほら、こんだけ釣れました。はい、今回持ち帰った釣果はこのニジマス4匹です。やったね。前回はニジマス5匹、そして今回は4匹だよ。成績がいいぞ。でな、今日の晩酌の酒の魚は何にしようかなと思ったんだけど、なんかもうやり尽くしたかなと思ったんだけど、私ね、煮魚はあまり好きじゃねえんだけど、今日は煮魚、こいつらを使ってな。これだよ、ほら、生姜、それと醤油、みりん、日本酒、まあこの辺をな、使ってな。あともう一品、それはこちらでございます。これはね、硫黄島唐辛子の緑色の実ですね。まだ赤くなってないやつな。去年の秋に収穫して冷凍保存しときました。これをな、全部入れちまうともう食べ物じゃなくなっちゃうから。これ激辛だからさ、だから今回もそうだな、まあ5、6個ね、
5、6個入れることにしましょう。それでさ、こう煮魚作るってなると、これ丸のままね、煮魚にしようとすると結構でけえ鍋が必要なんだよな。今回のニジマスも多分22、3センチ、小さいのでも21センチぐらいあると思います。これが入る鍋っていうのがね、ないんだよね、そんなでかい鍋うちには。だからよ、また今回もこれだよ。これフライパンで作ろうと思います。一匹の煮魚作るんだったら、このぐらいの薄さのこうフライパンでも十分できると思うんだよね。で、今回はそうだな、ほら、フライパンに入りそうなこの一番ちっこいやつ、これを煮魚にしてみようと思う。で、残りの3匹な、これはいつものようにします。何？いつものようにってもう分かってんだろう。いつものようにっていうのは燻製だよ。燻製にして冷凍保存して、しかるべき時が来たら食うって、そういうことだよ。これからね、ニジマス釣りに行って2匹以上釣れた時、残りのニジマスはいつものようにしますって言ったら、もう燻製だからな、で冷凍保存だからな、で叱るべき時が来たら食べると、そういうことだから、もうそう決めました。そのようにしますので、毎回同じ説明はしねえからよ、よろしくお願いします。じゃあな、そうと決まったらいつものようにこいつらに塩多めにぶっかけて、その後鱗落としでゴシゴシこすって、鱗とぬめりを適当に取り去ることにしましょう。なんか検探隊の動画っていうのは全部いつもと同じだな。取り去ったぬめりと鱗、塩はいつものように流水で洗い流しましょう。はい、こんな感じで綺麗になりました。で、ニジマスの鱗っていうのはすごく細かいんで、まあ、適当に取り去ればいいと思います。そうしましたら、次はこの調理バサミでいつものように腹を裂いて、いつものように内臓とエラを取り去ろうと思います。そしたら、この背骨のところについてるね、この背わた、これはいつものように流水で洗い流しましょう。はい、こんな感じでいつものようにお腹の中がきれいになりました。そうしたら、これをな、このフライパンの中にこう入れて、お、ま、なんとなくちょうどいいんじゃないの。そうしたら、ここにこの生姜はこの薄く切るこの道具ね、これでもってこう適当でいいやな、適当な量、こんなもんでいいか。それで次はこの冷凍の硫黄島唐辛子、まあ、ちょっと多いけど、まあ、こんなんでいいか。これね、これはこの調理バサミで辛みが出るようにね、半分に切ってから入れましょう。こんな感じで、ほら、ここにチョキンと切って、で、食うわけじゃないから、もうね、柄の部分も入れちゃいましょうね、めんどくせえから、ここからチョキンと切ってな、全部をそのようにするぞ。はい、入りました。そしたら次はここにこの、まず醤油な、醤油あんま入れすぎるとしょっぱくなっちゃうからな、まあこんなもんでいいかね、こんなもんですね。それで次はこのみりんな、みりんをここにダーダー、まあ、こんなもんでいいかな。そして最後にこれ、この飲んでしまいたいこの日本酒、これをな、今回はまあ飲んじゃダメだぞ、な、飲んじゃダメ、全部入れちゃって大丈夫かな、もったいないけど全部入れちゃうか、まあ、もったいなくはないな、まあ、よしよしよしよっしゃ。じゃあこれでこいつを火にかけてコトコトと煮れば出来上がりだよ。できました、こちらでございます。見てくれ、ニジマスの煮魚。まあ俺煮魚本当あまり好きじゃないんだけど、でもなんかうまそうに煮えたよね。うまそうだよ、でしょでしょ。それでは早速
食ってみましょう。これね、結構煮るのさ大変だったよ、汁をかけながら。でもね、うまく煮えた、そう思う。だってこの色がいいもんね。それで少しね冷ましました。要するに煮含めるっていうのかな。ね、あのフライパンの中でもって汁が冷めるまで置いといたんだよ。だから味も染みてると思う。じゃあな、早速食ってみるべ。まあどこからかっていうと、いつものようにこの一番うまそうなこの辺だろう。え？この辺の？ここほら、ほら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 。じゃあこれ、いきます。うん、お、結構ね、身がね、もっちりとしっかりしてる。うん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 。お、お、きた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 、いい音、唐辛子の辛みがきたよ。結構辛いんだよこれ。ほら、ここに置いてあるこれな、すごいちっこいんだけど辛い。でもね、結構うまいわこれ。お、もう一足、もう一足、今度この辺行かしてくれ。お、これはなかなか煮魚嫌いな私でもうまいと思うよ。いきます。うん、うん、いける。なんかね、もっちりした中に身がね、こうしっかりしたものもある。うん、なんか今回結構念入りに煮たからかな。なんか結構うまいよこれ。うん、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 うまい。なんかいくらでもいっちゃうなこれな。酒の魚に結構いいなこれな。ご飯のおかずにもなるんだろうけど。その汁つけるか今度ね。汁、いきます。うん、いいね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 、いいよこれ、うまいよ。うん、それでな、もう一つほら、ここになんか、なんだこれ、なんだお前、この変な三角形の矢印みたいなってやな、これ、これさ、例のあれなんだよ、例のあれ、例のあれだよ。ほら、釣り場で拾った鯉の忘れ物な。最初丸かったんだけどさ、それをね油で揚げたの、まあ、いわゆる鱗せんべいって言うんですか、二つね。これあれ拾ってきちゃったんですよ。鯉の忘れ物だからさ、届けてあげようと思って帰り際にな、交番に届けたら、交番のおまわりさんが、いやー、魚の忘れ物は管轄外だなーみたいなこと言われちゃってさ、人間の忘れ物だけなんだと、でもらっちゃえばって言うんでもらってきました。だからな、あげたのね。本当だぞ、本当だよな。ほいでほいでほいで、これもう塩かかってるからよ、これな、これほらな、これほら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 、これ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 、これじゃ、これちょっと食ってみて、いきます。あ、パリパリしてカルシウムだな。こういうの忘れ物、あの取れた鱗って生えてくんのかな。これもう一個いっちゃいますよ。な、これ、うん、うん、うまいとかそういうもんじゃねえな、カリカリしてるだけ。いきます。うんうんうん、うまいよ、うまい。もう 2,3 枚もらっとけばよかったかもしんねえな。じゃあな、おいっちいニジマスの煮魚と珍味鯉の鱗せんべいをちょこちょこっと食ったとこで、ここらでお酒といきましょう。お酒とくれば今日は日本酒だぞって感じで、見てくれこれほら、4本だけど結構みんなちっちゃいんだよね、ちっちゃいの。最近こういう小さいボトルの日本酒ってさ、結構増えたよね。でこれな、こうほら見るとさ、だーっとね、いろんなこの酒蔵の全部違うんだよこれ。こっち金沢でしょ、これ富山って書いてある、富山な。でこれ山形、これ岩手。だからだいたいこうなんていうの、ざーっと見た時に東北からこの北陸までっていう感じなんだけど、よく見てよこれ。え、ラベルほらほらほら、なんかさ、レイアウト同じじゃない、レイアウトが。ボトルの形もなんか同じだしさね。でもみんな違う酒蔵の酒なんだよ。なんかこういうコンセプト商品なんだねこれね。最近こういうのもあるんだって感じで、どれ行く、どれ、え、北陸か東北か、ん、今回東北行くか、これ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 行くかな。じゃあこれ、岩手の地酒って書いてある、これ朝会って書いてあるみたいだけど、朝会じゃねえんだよこれ。これここに読み仮名が書いてある、朝開きって書いてあるのね、朝開き。でこの読み仮名もみんな同じ場所に書いてあるんだよ、これ同じ場所にほらね、みんな同じ場所にね。コンセプト商品だね。じゃあこの朝開きを行かせていただきます。このギアマンのおちょこでな、よっしゃ、ではいただきます。意味である。これなかなかね、すっきりしてる。なんか
水みたいなお酒だよ。水じゃねえぞ、水みたいにすっきりしたお酒だよ。朝開きうまいっすよ、あなたーす。それでこれな、酒蔵を紹介しとくとだな、こうなんか金だから見づれえなこれな。ああ、酒蔵の名前も朝開きって言うんだ。酒蔵の名前がそのまま酒の名前になってんだ。そういうことらしいです。いやー、それにしてもね、ニジマスの煮魚もなかなか捨てたものじゃないですよ。美味しいですよ。ニジマスっていうとどっちかっていうとバターソテーとかそういうイメージだけどさ、煮魚いけます。で、煮魚作るときはやっぱね、ピリッと辛い唐辛子を入れるといいですね。で、今回入れた唐辛子な、これ私が栽培したやつなんだけど、硫黄島唐辛子。この硫黄島唐辛子っていうのはね、硫黄島に自生している日本のこう唐辛子なんだよね。の原種っていうの、もう野生の唐辛子なんだって。でね、この硫黄島唐辛子売ってないですよね。ネットで検索してもごく一部、一味唐辛子として加工されたものが販売はされているみたいだけど、でもね、丸のままのこの硫黄島唐辛子とか、あと種ね、種とかで、そういうのはね、一切売ってなかったね。検索してもヒットしなかったです。でな、うちでは種売ってんだよ。丸のままの硫黄島唐辛子売ってるからよ。興味ある方はケンタン隊のオリジナルグッズを売ってるケンタン隊 PX を覗いてみてくださいよ。レアだよ、絶対大レアだよ。